式に会いに行くぞ。抵抗する者は力でねじ伏せよ。騒がしいと思ったら、刹那の猫たちが攻めてきたみたいね。四季さんを守らないと。すみません、猫さん相手でも容赦できません。焦る必要はない。敵は少数。囲んでやればいい。閉じ込められたな。敵の主力は閉じ込めた。この隙に侵入経路を断つ。なかなかの策士。道を断たれて味方の増援を呼べた。よし、攻勢をかける。学流に遊ぶがごときなり。刹那は王位を望む利己的な男。シキュア、そんな奴に負けてる場合じゃないの。そうです、シキさんは刹那さんと違って魔物を倒すために。ナオトロ、努力いたせ。すみません、これ一丁に決まったことでした。この部位見せてみろ。あなたの裁きを見せなさい。派手に暴れてみる。熱い思いを感じる。もっとやれるはずだ。私も応援します。道を阻む者に容赦など無用。嬉しそうに無駄だ。ご苦労。生きるために。すみません、倒させてください。闇のように立ち塞がるのは少しの闇。倒すだけ。敵を倒さなくても強気です。これで終わりだ。これがよくない。あやね、シキさんと話をさせて。抜け人に話すことなんてないわ。シキも私もね。こんなに強い猫見たことがない。ことごとく味方がやられるとは。侵入経路の封鎖は諦めるしかないか。にゃ、敵はようやく諦めおったか。あの敵、ただ攻めてきたわけではないようだ。何が目的だ。確かに気になるな。俺が聞いてこよう。魔物って言ってたわね。今まで戦っていた化け物とは違うものなのかしら。霞、考えてもせんなきことよ。全ては式に問えばよい。猫よ、あなたが捧げた魂は容赦せぬ。うっせよ。倒
け。最高の見えになるだろう。うん、あっぱれじゃ。お前たちの動きは妙だ。何か目的があるのか。式以外と話す気はない。死にたいな。奴を連れてまいる。人使いの笑いに。そういうわけにはいかない。話せないというなら、ここで倒させてもらう。精鋭分隊の名にかけて、お前を止めてみせる。ここは一旦引き、式に報告しよう。式、どうする？彼らはお前以外と話す気はないようだな。私も敵と軽々しく話すつもりはない。が、もしここまで来られたら考えるとしよう。もし、シキさんの考えに共感したら、刹那さんを見限ることになるの？刹那はぬるい、悪い奴ではない。その話は時期尚早じゃ、カスミ。そう。ね、刹那さんと戦うなんて嫌だもん。うん、あっぱれじゃ。我が武こそ天下無双。新しき世を作るのはこのノブニャガぞ。お見事です。これで流れも変わるでしょう。魔物の話を聞かせてもらう。だが、その前に貴様の器を試してくれ。その部位、面白いことを言う猫だ。もっとやれるはずだ。いいだろう。私が相手だ。魔物のことを話すべき相手か、こちらも確かめておきたいからな。わしには及ばぬが、そのまっすぐな部、見事。よかろう。話を聞いてやろう。信長さん、違うわ。こっちがお願いする立場のはず。面白い英雄たちだな。少しだけならお付き合いしよう。おい。ああ、その通りだ。英雄よ。そんな。よかろう。頼む。どうなさいますか？
Ugh. Oh.